はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はお客様のために働いてはいけないっていうお話をしていきます。まあ、企業に勤めている方なんかがよくある話だと思うんですけれども、まあ、お客様、神様なのっていう話で、なんかツイッターなんかでちょっと面白いやつがありますよね。なんかお客様は何とかだ、お客様は何とかだっていう、あ、神様は何とかだとか、神はいないとかね、神は死んだとかっていうなんか哲学的な話をしてとか、まあ、そんな話がありつつも、まあよくね、ある話なんですが、まあ、どの会社でもお客様神様だぜっていうことをなんか連呼しているところってありますよね。うん。で、お客様神様だってなんか確かに聞こえはいいし、言うだけならタダだから、お客様からの心証もいいから言っておけばいいというふうには思うんですよね。確かに。ところが、まあ、中にはお客様のことを心の底から本当に神様だって思っている人もいれば、そうじゃない人もいると。多くの社員の人たちっていうのは、お客様のために働けっていうのは、伝え方によっては顧客至上主義っていう考え方がまあはびこっていってしまって、社員の心のバランスを損なわせてしまうということにもなっちゃうよっていうお話なんですね。つまり社員がないがしろにされてしまって、お客様が優先されて、で結果まあ離職しちゃうとか心の病を抱えちゃうとかっていうことになるということなんですね。でこのあたりっていうのをエドワード・エル・デシさんっていう人が、デシってね、まあ僕の前の動画でもお話をしたんですが、小学生をね、対象にした実験っていうのを行いました。で、これっていうのは、モチベーションの高さっていうのを測定するものなんですね。で、2つのグループに分けます。1つ目のグループっていうのは、親とか教師からいい成績を取ることっていうのを期待されている人、小学校、お子さんたちですね。で、しかし、それについては、なぜかっていうと、親とか教師が怖いから従っているだけだと。だから、親とか教師がいい成績を取ると喜ぶからやるっていうふうに考えているグループ。つまり、自分じゃなくって、親教師のためにやっていますぜっていう話ですね。それから、二つ目のグループに関しては、親とか教師からいい成績を取ることを期待されている。ここまでは同じなんですけど、なぜなら、いい成績を取るっていうのは、自分にとって大事だからっていうふうに考えているグループ。とこの2つに分かれていますと。じゃあ両グループのモチベーションっていうのを比較すると、勉強することに関しては大きな差はなかったんですよ。自分のためだろうが人のためだろうが一生懸命頑張ると。ところが前者に関しては心に大きな不安を抱えていて、失敗に対して大きな恐れを抱えていたということが分かったんですね。で後者っていうのは学校生活が楽しくって、失敗に対しても仕方ないよねって、自分が勉強するためにこの失敗必要なことなんだっていう健全な感覚を持っていたというお話です。じゃあこれをもって弟子さんの見解としては一体何なのかっていうと、子どもたちを見た時に学校での活動とか雑用っていうのは服従によるものだと、要はやれって言ったからやっているものだっていうことに大人がどれだけ気づいているでしょうか。で、やる気があるからやっているように思い込んでいるんじゃないか。例えば、まあ、掃除とかね、クラブ活動とか委員会活動とかっていうのは、でもそれって大人が用意して子供がただそれに従っているだけだっていうことに大人がどれだけ気づけているかっていうことなんですね。だから一見モチベーションが高いとか高く見えているからといっても、自分の意思じゃなければ心の奥底ではとにかく失敗した時のことを考えたりとか、怒られないようにするためっていう風に深く傷ついた状態でやっているということになるんですよ。だから何かを実行することに対して圧力っていうのがかかるのは、行動を促すために確かにやりなさいって、子供はこうやり方も知らないしやっていいかもわからないからやりなさいっていう風に圧力をかける必要がある一方で、大きな代償があるわけなんですね。やれ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 言い続けてしまうっていうのは。でこれを仕事に置き換えていくと、顧客のためだっていうのは一見美しい言葉ではあるんですけど、社員にこれを強制し続けてしまうと、じゃあ何のために私って働いてるんだろうかっていう、働く意味っていうのが分からなくなると。でかつ自分にとって正しい働き方は何なのか、お客様とは何なのかっていう根本で働く目的っていうのを失うことになるので、長期的に見れば心のバランスっていうのは当然失うことになるんですよね。過去20年で精神疾患患者っていうのが、まあ、250万人くらいから約500万人倍に増えてるんですよね。っていうのはこの企業が掲げる顧客至上主義っていうのが原因の一つじゃないかっていうふうにも考えられているということなんですね。うん。で、今日の最後の話になっていくんですけど、確かに顧客満足を目指すために神様だ神様だって崇め奉ることっていうのは、まあ、ある種大事なのかもしれないんですけど、それ自体を追求することはいいんですが、顧客満足とか顧客の笑顔の
顧客の笑顔の追求っていうのは別に悪い話じゃありませんよと。ただしそれっていうのはあくまで社員が自発的に思うことであって、会社がさせていいことっていうことはまた別のベクトルになるわけなんですよ。だから顧客の満足とか喜びを追求するのであれば、まずは自発的にその心を育む社員満足や教育っていうことから必要だというふうに思います。だから要は社員が満足もしてないし教育も受けてないのに、なんか一方的に顧客満足だ、お客様は神様だなんて言ったところで響かないしやらないしっていう話になっちゃうんですよ。でここでカルビーの会長兼 CEO の、ね、方、松本さんっていう方がいるんですけど、とあるテレビ番組でこんなことを話してました。給料を増やして社員の待遇を良くするのは一番大事な投資であると。で人件費を減らしてしまうと当然会社に貢献しないし、会社に貢献しないということは新しいものが生まれないと。だから従業員はただのツールじゃなくって、会社は確かにお客さんに対して提供する製品とかサービスの責任はあるんだけど、その製品を提供するための従業員とその家族に対しても責任があるということなんですね。多くの会社ここやってませんかっていう話なんで、多くの会社というかもうほぼほぼこういう会社ばっかりだと思うんですよね。まあこのあたりがなんでじゃあ給料を上げることができないかっていう話に関しては、ちょっと脱線すると、日本って新しいものを作り出そうとしすぎなんですよ。大して変わってもないのにね。例えばビールとかお菓子とかでもなんかちょっと味を変えただけ、見た目は変わってない味を変えただけとか、ビールなんかでもそのなんかプリン体ゼロとかね、カロリーオフとかっていうビールを、まあ、ノンアルコールなりアルコールなりで出そうとすると、そうするとその研究開発費だけで研究に対しての人件費ができたりとか、研究費とか開発費とかかかったりとか、ラベルを新しく作ります、広告パッケージを作りますとか、それから、まあ、宣伝費ってところですよね。それからまあその広告を作るために新しいタレントを使わなくちゃいけない、そうするとタレントのまあ、CM 料もかかってきますよというふうに、いろんなところでお金が使われるわけなんですよ。ところが海外でに関しては同じものを、まあ、長く売るっていうのがすごく上手なんで、同じものを作ってるってことは研究費もかからない、開発費もかからない、まあ、ある程度のその広告費とかかかってるかもしれないですけど、ね、その宣伝を続けるためっていうのは、ところが、まあ、新しいラベルとかパッケージとかも作る必要がないので、そこに関する費用も一切かからないということなんですよ。だから利益が同じ100売るにしても、日本だったら手元に5しか残らないのが、海外とかだったら40とか50とか残るんですよ。それは給料も上げられますわなっていうことなんですよね。だから新しいものを追求していくっていうのはいいんですけど、でも結局売れるパイっていうのは国内で言ったら最大1億人程度じゃないですか。そこのパイっていうのは増えないわけなので、いくら新しいものを開発したところで開発費ばっかりがかかって売上自体は大きく変わらないので、だって買う人数が変わらないから、で買う人数変わらないし財布の中身が変わってるわけでもないから、じゃあ日本っていうのは5のままになっちゃうから、当然売上が5しかなかったらそのうちの1しか給料として上げられないよねと。ところが会社であれば50売れたら、じゃあそのうちの20は給料として上げますよっていう風にできるようになるんで、当然格差は広がっていきますわなっていう話、その海外と日本とでの格差広がっていきますわなっていう話なんですね。まあそういうからくりがあったりはします。はい、で話を元に戻していくと、お客様満足っていうのは確かに大事なんですけど、まずは身近にいる人をどれだけ大切にできるかっていうことが、その先にいる人たちも大切にできるかっていうのが決まっていきますので、まずは会社で経営をしたり役員とかマネージャーをやっている方に関しては、お客様満足を追求する前に今目の前にいる社員のことを大切にするっていうことを、優先してあげてください。そうしないと会社潰れますという、まあそういう警告的なお話でございました。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。